こんにちは、はじめまして。どうも、はじめまして。あ、よろしくお願いします。よく見てます。出産のおかしいです。今、用意。あ、用意行けなかった。外気。塗装されてます。塗装です。あ、ですよね。光の良さそう。YouTube 出ていいんですか？まずい。大丈夫ですよ。あ、いいんですか？こんにちは。こんにちは。あ、すいません。あ、よろしくお願いします。ちょっと動画垂らしてもらってますか？はい。よろしいですか？はい、大丈夫です。結構悪いかさ、悪いってますね。こっちはもう今当たるところが終わってますね。店が新しいですか？10年ぐらい経ってます。ちょっと気になったものを仕入れだけみたいな。そうですね。できれば早めに使おうか。あとでまた僕らも揉めるじゃないですか。仕入れだけとかで揉める可能性が高いんで、時期はまだもっと先かなみたいな。思ったんですけど、ちょっと見てみて上の方足は結構しますからね。今日そのために足場解体してね、じゃあ朝で行くとやっぱり値段が変わっちゃうんで、一回ちょっとずっと見てほしいっていうことで。ちょっと僕お客様と一緒にヘルメットだけ用意するんで、はい、ちょっとお待ちください。そうもう浮いててすげえ剥がれたんですよ。はい、剥いで下地補修して、はい、シーラー塗って、頭拭いて、頭じゃねえ、石拭いて、拭いて、ガラモゼに使いましたね。そうです、つけましたね。あ、でもう今日撮影なので、ちょっと無理やり呼ばれて残しといて、仕上げを。すいません、ありがとうございます。木橋塗装さん、こんないい職人さんだ。優しそうな、優しそうな、めっちゃ優しそうな、ちょっといかついけど、いかつい優しさ。うちの子なってとこもやってますか？やってますよ、もうずっと。アデランスもちょっと僕宣伝しますけど、もしよかったらアデランスです。それはやっぱあれじゃないですか、社長のとこがもっといい仕事いっぱい持ってないとできないですよね。頑張ります。これ柄を一回もうめくったことですよね。そうです、もうベローンと、ね、やっとって結構でここをもう一回柄全部作り直して、まず剥いて段差出るんじゃないですか、はい、あれをフラットにして、はい、そこから下塗り塗って、下塗り塗ってシーラー塗って、はい、優しいわ。下はつけない。あ、そうですね。養生して。ここまでですか？こう端っこまでですね。ちょっといきなり YouTube 来たのでちょっとやりづらいですよね。でも特に感動しました。もう昔から見てたんで。あ、マジですか？社長が一人で、はい、公園みたいなところでやってるとこから見てたんで、はい。あ、マジですか？ちょっと参考してたんですよ、はい、いいいい人やな。で厚木だとちょっと遠いなと思ったんですけど、はい、うちの倉庫とか仲間がいるすぐそばにできちゃったもんで。あ、マジっすか？めっちゃ近いんですよ。あ、店舗が？店舗が。あ、これすぐ電話しなきゃと思って。あ、マジっすか？ほんで電話してくれて、はい、あ、何かどうでも仕事やらせてよみたいな、はいはいはい、さっき撮ったところは全部やってみるとか。そうです、でもここはもうちょっと塗装もしないみたいな。屋根の板金とこれだけ、これだけで今日今からこれやるんですか？これだけ作って、あ、もうあとは上塗りかけて、ここからそう、あ、柄つけて、ここから、あ、柄はもうついてるんで、もう色つけるだけです。あ、もう色一発昨日入ってるんで。で今日やるんですか？今やります。やるんですか？あ、じゃあぜひ見せてください。やるんですか？それだけ残しとってくれたんですか？そうです。まあ、近いんで。もう関係ないですね。いいえ、とんでもないです。よその仕事で抜けるんだと思うんですよね。そうです。申し訳ないです。すいません。大丈夫です。いい人やな。優しさの塊。まあ、なんかいい職人さんだよな。違うんだ。昭和の職人って感じ。あ、おいくつなんですか？46です。あ、じゃあ俺の3個上ぐらい。あ、2個上か。昭和だで50年。50年ですね。2個上。2個上。いい人そうだよな。大丈夫じゃない人だと嫌じゃないですか。あ、そうですね。まあ、職人って今こだわってなんか特にそういうのが一番大事ですよね。大事ですね、うん、挨拶とやっぱ。そうですね。今日の人も言ってました、あのいないけど毎日ねピンポン押してくれたっつって、はいはい、うん、いろいろ勉強してきたんで自分も。いくつから元祖やってますか？結構遅いですよ、25からなんで。あ、そうなんですか。25は遅いって言ったってもう20年やってるな。だけどこの間までずっとでかいのばっかりやってたんですよ。あ、そうなんですか。コロナでだいぶ情勢が変わっちゃって、はい、
戸建てが減っちゃって、あ、戸建てじゃないですよ、マンションとか大規模ばっかりやってたんですけど、逆に自分のところに仕事を振ってくれてた人たちがみんなお金の問題で会社辞めちゃったんですよ。そういうことですか、コロナでちょっと戸建てもいろいろ勉強しながら、まあやってはいったんですよ、いろんなとこめっちゃ綺麗だったんですか、よくしてくれるとこ結構ある、まあ人が良さそうだもん、営業そう営業こういうあ、だからうちじゃなきゃ嫌だって言ってくれるとこ多いんですよ、そうそうそう、で決めましょう、仕事でやれよみたいな、先輩とかが前が詰まって、そんな感じです、そうですね、まあ それ大事ですもんね、仕事のつながり、そうですね、お届けさんでも、そうですよね、仕事だけでいやいいでしょみたいなじゃなくて、やっぱいろんなことあるじゃないですか、そうですね、こういうのもそうじゃないですか、そうです、まあ、現場っていろいろありますもんね、そうですね、ちょっとこれちょっとなんとか頼めんかとか、遅れたとかで、そう、うん、来週から入ってると人間手配したのに、もうお互い様ですけどね、そうです、やめんなよっていうやつはもう、まあまあ、そうやってあれすぐ怒るの使いたないなとかおるじゃないですか、はいはいはい、でそういうバランスですよね、人間手配で、そうですね、若い時はそんな時もあったんですやっぱり昔は干されるってこともあったんでやっぱりいろいろ勉強してたんで、あ、でもそうですよね、うん、仕事場だけじゃなくていろんなつながりもないですから、そうですね、結局そうですね、そうですよね、幅広くつながって、やっぱり1回の時は全然柄も違うな、柄の雰囲気が変わってくるですね、やっぱこういうところじゃ全然違うね、雰囲気が全然違う、全然違うな、すごい、まあ、乾いてきてないんだけど、こっちの方も見ると乾いてきてるけど、うん、やっぱりグラスが全然違う、本当はこっちの方も乾いてきてる、うん、この自身でもなんか量とかその水分量とか全然変わってきますからね、そうすごい綺麗な、よし、お、はじめまして、すみません、お、もうシール？シール専門？そうですね、専門で、あ、本当、はい、お、あれ、ここ今回は塗装専門で、あ、そうですね、塗装なしで、材料なんかオートかなんか使うんでしょ、オートの液シールです、おー、いいじゃん、はい、これがシールの職人です、すごい、ちょっと見させてもらおうか、技術は、はい、あんまりないですけどどこ行く、ここ緊張する、緊張しますね、あ、こうやってな、全部指でやっていかなかんで、うわ、大変だね、これそうっすね、うわ、これ全部指で、これ大変だぞ、これね、塗装心理余計だよね、そうですね、うん、仕上げだね、上から塗料かぶらんでね、そうですね、受けプレッシャーじゃない、あ、でもいつも新築をよくやってるんで、あ、慣れてはいるんですけど、慣れとるんだ、そうですね、で回収のシールとやっぱ新築って違うもんね、違いますね、撤去して今回タッチング、はい、これはそうですね、はい、何シーリングっていうんですか、自分は誠を一文字で、誠、はい、新選組の誠の、おお、あ、うちのあの珍獣山口も誠だな、あ、そうですか、うん、見たことある YouTube、 うちも、あ、あります、あ、本当、はい、山口って出てるでしょ、はい、あ、見たことある、最近独立かなんかあ、あ、そうそうそう、あ、そうや、俺その後あれ、あなた喋ってねえな誠だ、ヤゴは、はい、誠一文字なんです、へえ、あ、さあ同じ名前したるかもううちの仕事ずっと結構やってるの、いや、まだここで2軒目ですね、あ、2軒目、はい、まあ、最近ちょっとやり始めて、そうですね、うん、一人でやったんですか、何、一人で、一人でやった、シールだとピッチ早いでね、そうですね、だから新築だって言っても何日で収めなか、新築で、まあ物によるんですけど、
はい、これぐらいだったらやっぱ2日とかでは本当はうわ収めあげないと出ないですね、はい、いや今日も2日目なんで撤去でちょっと、うん、サッシも撤去だったんで、うん、ちょっと丁寧に今日気使ってやったら、うん、結構時間食っちゃってあと1日行けるあと1日どこまで進めるとか今日もできれば1缶行きたいなあそういうこと自分の腕が出るでなこれそうですね本当にね仕入れはね、はい、天気が何度でも抜けちゃうような商品でさそうですね、うん、本当そうでしょはい試合が全然違うもんねやっぱうまいやっぱ結構そうですね丁寧にやってるのを見れば分かるよ、ね、逆に分かっちゃうんで、でそれが命だでね住宅のねそうですねそのね雨漏りするあれだで、はい、防水工事だでねどっちかっていうとそうですね水から守るっていう仕事だで、はい、塗装の YouTube みたいな塗装の YouTube かそうですね、一応一応仕事の解説、真面目に俺がやってるわ何が正解なのか自分もよく分かってないんで、うん、本当に言ってることがあってんか分かんないですけど、まあ、みんなのやり方があるんでねでも綺麗に仕上げるのがそれが絶対正解だよねそうですねね、ボーの時は言われた通りやってそうですね、そこからまた、ね、奥がまたあると思うんでそうそこから自分流に改良して、はいやっていくって自分流だよね、はい、流始まりだよねそうですねじゃあもうよか、もう飽きたし大変だこれなねえ、すごいかー、一日やっとんだだよこれが死んだよ紙テープだけでな、もう今日一日やっとる今日一日で終わらん今日朝からほぼほぼあ、今日一日朝から、そうですね、大体一日で撤去で丸一日かかったの撤去そうですね、一日近く使ってやるわー、大変だはいはい、お疲れ様です。疲れてますね。もうおじさんだから疲れてますね。ひたすりは、はい、寝とったわけけどね。確かに。急に静かになったなと思ったら寝てましたもんね。本日、横浜に来て、はい、約結構おったら6時間くらいかそうだね。意外と時間が足りなかったですね。足りなかったな。うん、でも、はい、で、今日横浜、終わりまして、はい、今夜ありまして、今から、どこに行くんですか今から名古屋に帰ってはい俺の同級生のパパの友達と集まるで集まるでので帰りですねちょっとギリギリ7時5分全然7時9分着名古屋そこからまた戻るで7時15分から20分になっちゃう、うん、です、まあ、まず1軒目まあこれ動画がちょっと別々な動画1つなのかちょっと分かんないんですけどまあ1軒目は横浜の食事のレベルの高さを感じさせていただいたよなその後もう一回のゲームが出させてしまって、まあ、まさにこの新作の有力のシーグやっとる文献 でそのまあ飲食に座をとかそう、まあ、本当に愛知県ではもうやっぱ十何年やってこれだけのレベルのいい新人さんばっかり集まってくれてるけど、うん、半年でこれだけのレベルの高い新人さんのプライドモンスターというか、まあ、ありがたいこと、まあ、YouTube でやっぱりみんな知っとるからはい。なんか取り違いの足早さんもなんかずっと見てたのかもしれないそう黄色いヘルメット被ってるからあなたがで撮影してるもんねそうずっとこっち見てきてた日系道場じゃないそう知ってくれてるのかなんか物珍しく見てたのか分かんないけどそう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 あそんな感じですね、はい、横浜も来ることがあると思いますが、はい、横浜でもねすごいやっぱ2人真面目で、はい、あそこにやっぱ丈夫さっていうかね、はい、営業としての力がついてくれば、はい、十分通用してく人間になるんじゃないかなと思ってますはい新横浜の駅から帰ります、うん、帰りますので、はい、またチャンネル登録いいね、はい、よろしくお願いします、はい、しますまた見てねはいバイバーイ